オールメイエはアルザス・ミュルーズ出身のフランスのクラリネット奏者。ソリストや室内楽奏者として欧米を拠点に国際的に活躍を続け、指揮活動も行っている。パリ音楽院とバーゼル高等を音楽学校に学ぶ。13歳でオーケストラと共演して初めてソリストとして演奏活動に入る。1982年にフランスユーロビジョン。 ヤング・ミュージシャンズ・コンクールに優勝して公式デビューを果たし、1984年にはニューヨーク新人演奏家コンクールを制覇した。現役のクラリネット奏者としては、世界的に最も有名な一人に数えられており、フランス国立管弦楽団、アムステルダムコンセルトヘボー管弦楽団など、国際的に有名なオーケストラと共演するほか、室内楽にも情熱を注いでいる。 古典派やロマン派の楽曲に加えて、近現代の音楽もレパートリーに加えており、クシシュトフ、ペンデレツキ、ゲルトキュア、ジェームズ・マクミランのクラリネット競争曲を上演している。ルチアーノ・ベリオのアルテルナティム・オルタニティムは名誉に検定された競争曲であり、名誉はこれをベルリン、パリ、ローマ、東京、ウェールズ、ザルツブルク音楽祭、カーネギーホールなどで上演している。 2000年には、スイスの作曲家、ミヒャエル・ヤレルのクラリネット競奏曲をパリ還元楽団と共に初演しており、ウィーンのコンチェルトハウスにおいては、ムスティスラフ・ロストロポービチ、ユーリバ・シュメット、ディミトリー・アレクセーフ、ジュリアン・ラクリンと共に、ペンデレツキのピアノ50奏曲を初演した。近年は、フランス放送フィルハーモニー管弦楽団やトゥールーズ、カピトール国立管弦楽団、 パリ室内管弦楽団などを指揮して、指揮者としての活動も広げている。また、日本国内においては2006年に、第1回東京構成ウィンドーオーケストラ、作曲コンクールの本戦で、2009年に、全日本吹奏楽コンクール課題曲の参考演奏で、東京構成ウィンドーオーケストラを指揮し、2010年から2012年まで、同団の主席指揮者を務めた。音源は、 デノン、エラート、ソニー、EMI、BMG と様々なレーベルから出されており、ディアパソンドールやショクデュモンドなどを受賞している。レパートリーとしては、モーツァルト、クロンマー、プレイエル、ウェーバー、シューマン、ブラームス、ブゾーニ、コープランド、バーンスタイン、アーノルド、ピアソララの作品のほか、ショーソン、オネゲル、ミオープーランク、メシアン、 ブーレイズといった近現代のフランスのクラリネット作品も録音している。ドイツグラム本にはギル・シャハムのバイオリン、ジャン・ワンド・チェロ、チョン・ミュン・フンのピアノと共演して、世の終わりのための四重奏曲によりデビューしており、ECM レーベルにはカール・アマデウス・ハルトマンの室内競奏曲の録音で参加している。エリック・ル・サージュとはブラームスのクラリネット・ソナタにより、 BMG にデビューしており、その後もエマニュエル・パユやジャンマルク・クルイサダとも共演を続けている。ありがとうございます。